ポーツを通じて社会課題を探求する。本授業の目的は2つです。スポーツに関わる差別やアスリートの差別克服のための活動を知ることと、差別や偏見が起きる仕組みを理解し予防に向けてできることを考えることです。1968年メキシコシティオリンピックの陸上男子 200m の表彰式です。1位と3位になった2人の黒人男性が黒人差別を抗議するために拳を突き上げるパフォーマンスを行いました。2位のオーストラリア代表ピーター選手はこの黒人差別の抗議に賛同しました。ピーター選手はこの後どうなったでしょうか。答えは2番の母国中から非難されたです。現在の感覚だと意外な答えですよね。約50年前のオーストラリアでも黒人差別は行われていたこと、政治的な要素をスポーツに持ち込んだことによりマスコミはピーター選手を非難し始めました。自宅に何通もの脅迫状が届くようになり、不名誉のまま亡くなってしまいました。しかし時代は変わり、現在ではピーター選手の行動は差別克服のためにとても重要だったと評価されるようになりました。2012年にオーストラリア議会はピーター選手の名誉を回復するためにピーターの母91歳のセルマさんを招き謝罪しました。2018年、FC バルセロナで強豪ブラジル出身のダニエウ・アウベス選手が相手サポーターから投げ込まれたバナナを食べてしまいました。この後アウベス選手はどうなったでしょうか。答えは1番の世界中から称賛を浴びたです。なぜかというと、バナナは猿の大好物とされ、試合中にアフリカ系やアジア系の選手らにバナナを投げたり連想させる行為は相手を猿とみなした悪質な人種差別行為とされています。そうした差別的な行為に対し、まさかバナナを食べるようなユーモアある行為は差別を飲み込んだと称賛されました。もちろん本人はバナナが差別に値するものだと認識して行ったようです。ここから世界中のサッカー選手たちがバナナの写真を SNS にアップし、差別根絶を訴えました。改めて差別って何でしょうか。使ったことや耳にしたことはあると思いますが、定義を気にしたことがないと思うので確認してみましょう。差別の定義は、人をマイナスイメージで判断してその人を社会の中で不当に扱ってしまうこととしています。〇〇差別と言われるものをどのくらい知っていますか。人種差別、男女差別、宗教差別などたくさんありますね。ところでスポーツと差別にはどのような関係があるのでしょうか。なぜスポーツで差別は許されないのでしょうか。これはスポーツの原則にも関わってくる重要な問いです。スポーツの原則は誰もが参加でき、同じルールによってフェアに勝負が決まることです。つまり差別によって競技力を下げることはアンフェアです。また差別によって競技に参加させないこともアンフェアですね。先ほどのバナナの件でもあるように、そうした行為によって競技とは関係ないことで相手を阻害したり参加させないようにすることはスポーツの基本原則から逸脱するので許されないのです。しかし
残念ながら近年のスポーツであっても差別はなかなか消えることはありません。最近ではアスリート自身が SNS を使ってそうした差別をなくすよう発信するようになりました。それでは世界中のスポーツ場面ではどんな差別が起きているでしょうか。またアスリートが差別を克服するためにどんな発信をしているのか調べてみましょう。いろいろと調べると国内外で差別が行われているのが分かりますよね。ここからは差別がなぜ起こるのか、起きてしまうのかについて考えていきましょう。まず前提として、意図的な明らかな差別行為をする一部の人を除き、差別をしてやろうと思っている人は少ないと言われています。むしろ多くの人が自分は差別をしていないと思い込んでいて、無意識のまま差別に加担していることがよくあります。それではなぜ起こってしまうのか、起きてしまうのか、その仕組みを理解していきましょう。差別につながる仕組みとして、ステレオタイプから偏見へ、偏見から差別へとつながると言われています。ステレオタイプとは、人の属性に対する思い込みや自分の考えです。例えば、日本人はみんなお寿司好きで毎日食べているというような思い込みです。お寿司は日本文化と言われるくらいだからみんな好きで毎日食べているだろうと思いますが、全員が好きではないし毎日食べている人は少ないですよね。こうした思い込みをステレオタイプと言います。次に、偏見とはステレオタイプの影響で人をマイナスイメージで判断してしまうことです。例えば、日本人はみんなお寿司を毎日食べるなんて贅沢すぎてずるい、日本人嫌いだなというように、ステレオタイプの影響からマイナスイメージで判断してしまうことを偏見と言います。最後に、差別とは偏見の影響で社会の中で不当に扱うことです。例えば、日本人は毎日お寿司を食べているなんて、そんな贅沢しているのは不平等だ、日本人は卑怯だと SNS で発信しようというように、偏見をさらに行動に移して誰かを不当に扱うことを指します。あなたのステレオタイプ度をチェックしてみましょう。終わったらグループ内でなぜそう思ったのかを共有してみましょう。先ほども言ったように、ステレオタイプとは人の属性に対する思い込みや自分の考えです。その思い込みや考えは過去の経験から起きていると言われています。例えば、男は家事が不得意であると思った人は、自分の周りの男の人が家事が不得意だったり、そもそも家事をしないのでそう思ったと思います。つまり、思い込みは過去の経験や見聞きしたものにより起きてしまいます。ただ、思い込みやステレオタイプが悪いというわけではありません。注意点としては、実際に過去の経験や見聞きしたからといってその経験が全て正しいとは限らない。もしかすると部分的には正しいかもしれないけれど、正しくないこともあるかもしれないということを自覚しておくことが大事です。偏見はステレオタイプの影響で人をマイナスイメージで判断してしまうことですね。ステレオタイプで思い込みが強すぎると人をマイナスイメージで判断してしまいがちです。例えば、男の人は家事が不得意だから男の人は嫌いなんだよねといったように、思い込みがマイナスイメージの判断をさせてしまうかもしれません。ただ、ステレオタイプや偏見を持つことは悪いことではなく仕方のないことです。むしろ大切なのは自分のステレオタイプや偏見の癖や状態を知っておくことです。
プロのスポーツ選手に対するイメージを悪い、普通、良いに分類しましょう。その後、それぞれの理由をグループで共有しましょう。いろいろと考え方を共有できましたか？例えばこんな話はなかったですか？先週見たサッカーの試合で殴り合いになっていたのを見て、サッカー選手のイメージが悪いと思った。ここからわかるように、一人の選手の行動がそのスポーツ全体の偏見を作るかもしれません。皆さんの所属している部活でも同じことが言えるので、皆さんの行動が所属する部活のイメージを下げている可能性もあるというようなことを意識して日々行動する必要がありますね。ステレオタイプや偏見のワークをやって気づいたと思いますが、過去の経験から思い込みは起こりやすく、ついついマイナスイメージで判断してしまいます。こうしたステレオタイプや偏見は悪いことではないですが、行き過ぎると差別につながります。こうした行き過ぎたステレオタイプや偏見を防ぐことは難しいです。だからこそ、定期的に自分のステレオタイプや偏見の癖や状態を自覚することが大事です。自分たちも差別をする側にならないように、自分のステレオタイプや偏見を自覚しておくと良いでしょう。自分たちの部活動や学校で見聞きしたことのあるステレオタイプや偏見を探してみましょう。